はい、続いてご紹介するのが帽子チャームですね。お気に入りのマスコットとか人形とかにかけていただいてもいいですし、かぶせていただいてもいいですし、うん、逆にこうこのままチャームとして使っていただいてもいいかなと思います。はい、単体でキーホルダーチャームみたいな感じになってるので、はい、非常におすすめと思ってます。帽子をつけていただくときはこのチャームが外せるようになっているので、うん、まあ、このように外して使っていただく、まあ、ちょっとした着せ替えのような感覚でも楽しめるという、はい、これがポイントです。はい、ハマる人形とハマらない人形があると思うのでそこだけお気をつけていただければって感じですね。はい、はい、ということでミッフィーとボリスの可愛らしいミニサイズの帽子ができております。